ケントン・ロイド・ボイヤーは MLB セントルイス・カージナルスなどに所属した野球選手。アメリカ合衆国ミズーリ州リバティー出身。右投げ右打ち。オールスター選出7回、ゴールドグラブ賞5回受賞の1950年代から1960年代の MLB を代表する剣手の三塁手である。同じくカージナルスなどに所属した投手のクロイドは兄。 ニューヨークヤンキースや太陽ホエールズに所属したサンルイのクリートは弟。7男7女の14人兄弟であるが、男子は全員プロ入りしている。高校卒業時の1949年にカージナルスのトライアウト参加を勧められたボイヤーは、もともと野手であったが、強権に目をつけたチームは、投手として契約する。プロ初年度は、クラス D で、プレー、投手として、 まずまずの成績を残す一方、打者としては打率、455を記録した。2年目は、コントロール難や、変化球の習得に苦労していたが、チームの三塁子がいなくなったため、当番しない日はとりあえず三塁を守ることとなった。しかし、投手として、より打者としての成績の方が良かったため、翌1951年からは、正式に A で三塁子としてプレイする。 シーズン終了後には徴兵され、2年間海外で過ごすこととなった。除隊後の1954年は AA で過ごしたが、ここで1944年の首位打者である、ディキシー・ウォーカー監督に徹底的に攻守を鍛えられた。前年オフに、肖像類種をトレードで放出していたチームは、1955年の開幕からボイヤーを三類種として起用する。この年は打率。 264、18本類だ、22盗類と、ルーキーとしては、まずまずの成績を残した。1956年には、打撃好調で初のオールスターに選出される。最終的には、スタン・ミュージアルの27本に次ぐ、チーム2位の26本類だを記録した。1957年は新人に3類のポジションを、明け渡し、外野手に、コンバートされたが、 翌1958年にはカートフラットがセンターに定着したため三塁に復帰し初のゴールドグラブ賞を獲得する。この年記録した41併殺は現在でもなリーグ2位の記録である。打撃面でもチームトップの23本類が90打点を記録するほか、同年オフには日米や旧来日メンバーに参加している。 1959年から1961年は3年連続で、打率、本類打、打点の3部門で、チームトップを記録するなど主軸選手として活躍した。1959年から1964年は、オールスターに連続選出、ゴールドグラブ賞も4回受賞した。また1959年には、自己最長となる29試合連続安打を、 1961年と1964年にはサイクルヒットを記録している。また、1961年から1964年にかけて4年連続で24本塁打を記録。4年連続で20本以上の本塁打を記録し、しかも同じ本数という選手はこの時のボイヤーが第1号で、後に1984年から1987年にかけて、 フレッドリン二23本塁打を記録した2例しかない。ワールドシリーズ、編集1964年、ナリーグ優勝を果たしたカージナルスは、弟クリートの所属する、ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズへと進出する。1勝2敗で迎えた第4戦は、初回の3失点で0対3と負けていた。1死満塁で迎えた六回の打席で、アルダウニングから左翼に満塁本塁打を放ち、 4対3でこの試合を制する。第7戦では、クリートと共に本塁打を放ち、初めてワールドシリーズの同じ試合で本塁打を打った兄弟となった。結局シリーズは4勝3敗でカージナルスはチャンピオンとなった。また、ボイヤー自身はシーズン MVP を獲得した。翌1965年もカージナルスでプレーしたが、 8年ぶりに20本塁打を割れるなど衰えが見え始めていた。オフの10月20日に2選手とのトレードでニューヨークメッツへ移籍する。35歳となった1966年は創設間もない弱小球団、メッツの主軸としてチームトップの61打点、2位の14本塁打を記録するが、1967年は一塁手としての出場も増え、打撃不振のために、 シーズン半ばにサンディアロマーと共にシカゴホワイトソックスへ移籍する。移籍後は少し持ち直したかに見えたが、翌1968年は開幕から不調で5月2日に解雇10日にロサンゼルスドジャースと契約した。ドジャースでも控えの野手として過ごし、1969年九年一いで引退した。通算長打率。 462は1は0試合上出場した3類種としては3位で、ある。ボイヤーのカージナルス在籍時の背番号、14。セントルイスカージナルスの永久欠番に1984年、指定。1971年、1972年は、フルスカージナルスのコーチを務め、その後、カージナルス参加のマイナーチームで監督を歴任する。百七十八年には、 カージナルス監督に就任する。2年目の1979年は、リーグ3位とまずまずの成績を残すが、1980年は18勝33敗となったところで、ホワイティハー族と交代、再びマイナーチーム監督をシーズン終了まで務めたが、この頃に肺んに罹患。その後闘病生活を送ったが、百八十二年九月八日に十一歳で、 死去した。死後、1984年に、ボイヤーのカージナルス在籍時の背番号、14は、セントルイスカージナルスの永久欠番に指定された。ありがとうございます。